はい、川島さんどうぞ。宮古は結構好きで、あ、そうですか。まあ、宮古で、まあ、農園ゲームで、あの古城農園さんっていうところからマンゴーを仕入れたり。あ、そうですか。古城という名字は宮古島ですごく少なくても誰だというのが大体限定できますが。平さん、うん、あ、平さんはいっぱいいます。はい、平、砂川、下地はいっぱいですね。与那覇は4番目か5番目ぐらいかな。2回ぐらい行って、結構10年ぐらい前ですけど。あ、そうですか。2回行ってましたね。あ、10年前だとまだ伊良部大橋がかかってない時ですね。あ、そう、あ、かかってました。もうちょっと最近です。あ、ね、そっかそっか。あのレンタカー借りたら、はい、海の上走ってたんですよ、ナビが。ああ、だったら間違いなくじゃあ伊良部大橋あのかかってる時ですね。そう、ね、そうですね、そうそう、ナビかけたら海の上行くんですよね、本当。そう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 、すごい宮古って。太鼓さん、はい、そんな感じで進めていこうかなと思ってますが。OK。で、うん、私から一言、はいはい、どうぞ。それこそ、ね、川島さんにたくさんホームページも作ってもらったりとかして、今もホームページで、ね、関わってもらったりとかしたんですけども、それ太鼓事務局の相談役ですから、はい。で、この、全部やっぱり本に乗れきれないというのは、やっぱり当たり前だと思うんですけど、はい、こうやって取材していく過程で、皆さんからこうやって、お話ししていただいたものっていうのは、例えば許可がいただけるんだったら YouTube に音声だけでも公開して、この取材の記録っていうのはホームページに掲載していったりとか、じゅんさんがその取材をまとめていただいた文章っていうのは、例えばすごい膨大な、例えば川島さんだけでもダーって書かれると思うんですよ。で、それがその努力って超もったいないと思うから、それもホームページに載っけていきたいって思ってる。だから、まあ、川島さんの許可があればそういうのも、そうです、そうです、僕はもう大丈夫なんですが、はい、うん、それはもう川島さんが、うん、了解していただければです。それでね、僕は川島さん、OK だって、やったあ、よかったですね。川島さん、僕は2年前にまあ、僕としてはちょっと頑張って宮古島でソネ太鼓コンサートを開いたんですね。そうなんですよ。で、もう、300人の席が立ち見が出るぐらい結構盛況 で、でしたが、はい、その企画をするにあたってですね、一番情報収集で頼りになったのがホームページでした。ホームページを読むことによって、ソネ太鼓さんという方をですね、より、深く、知ることができたんじゃないかなというふうに思って、例えば実行委員長の挨拶文の中でも、そのホームページに書いてあることをですね、引用して、要するにプログラムの最初のページの実行委員長の挨拶に使ったというふうなこともあってですね、非常に助かりました、うん、本当に。だから川島さんが私に初めてお会いした時に、私が初めて川島さんにお会いした時だ、第一声もホームページ作ろうよって言われて、そこからホームページを作っていただく流れになるんですけど、やっぱそれがなければ今こうやってね、ホームページもう大切さを知ったと知れなかったから本当に感謝しています。いや、そうですよね。ホームページっていうのは いろんな事業を展開する中でも、あ、僕が言うまでもないことなんですが、とっても大事なもので、本当、ね、専門家を目の前にしてこんなこと言っちゃなんですけども、とっても大事だなというふうにね、IT 関係のこといっぱい、本当に疎くって、基本的にいいですって一回断ってますから、何でも CD もとか言って必要ないじゃないですかとか、ホームページもあーとか言って、全部一回なんか川島さんにとか言ってんだけど、
全部、はあ、今となっては本当に ありがたいなって思ってます。いや、今の妙子さんの発言っていうのはある意味妙子さんの重要な部分を語ってるのかなと思うんですよね、うん、つまりたびたび言ってることはそんなに、そんなにというか自分が売れること、要するに、例えばマスコミとかテレビとかそういうふうなところで華やかなスターになることは決して目指してないというふうなことをね、言葉の端々に言うんですよね。だからそういうふうな方だからホームページといっても食いつきが悪いし、 CD 制作といっても食いつきが悪いしというふうなことかなというふうに思ってるんですが、妙子さんそのあたりはどうですか？私、あ、え、だって歌えることがめちゃめちゃ幸せなんで、はい、なんかその歌以外のことわかんないですよ。だから川島さんに言われなければ、え、それ必要あるんですかみたいなレベルで、本当に普通に、え、本当に一番初めのだってね、川島さんホームページ、私何も関わんないで全部いっぱいちょうだいって言われて全部送って、川島さん全部作ってくれたんですよ。すごいですね。すいません、非常に申し訳ないんですが、ちょっと喉がイガイガするんで、ちょっとお水をちょっと、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい。大丈夫です、大丈夫です。今日川島さんって何時まで時間ありますか？あんまり、まあ、40分ぐらいしかなかったんで、まあ、多少は大丈夫ですけど。はい、だから今日、まあ、一応顔合わせみたいな感じでさせてもらって、またゆっくり、うん、っていうのも私、本当は土日も良かったんですけど、あれなんですよ、コンサートがあるかないかっていうのが分かんなくって、本当は土曜日、明日がいいかもって思ったんですけど、それが分かったのは昨日だったから、また帰るのはあれだなと思って、一応リハーサルなくなったんですけど、そうだから、じゅんさん、あ、ごめんなさいね、うん、はいはいはい、うん、川島さんね、うん、本当に40分しかないんで、あ、わかりました。じゃあね、ちょっと進めてよろしいですか？はいはい、もちろん、はい、はい、それでは一応ですね、メモを送っておいたんで、そのように一応進めていきたいと思います。ですね、はい、まずデジタル、デジタルジャケットの業務内容からですね、簡単でよろしいですので、そのあたりから聞かせてください。まあ、もともとこれ今の現状に流れとしてはあるんですけども、もう20年ぐらい前に私がまあ開発エンジニアだったので、まあ、開発者を集めて作った会社がデジタルジャケットです。で、まあ、その時から当時はガラケーが主流で、そういうモバイル系のシステム開発をやっているんですけども、はい、まあ、その中でコンテンツ配信を主流にして成長した会社なんですね。はい、ですからコミックですとか音楽ですとか、はい、まあ、ここでキーワードが出てくるんですけども、まあ、アニメですとかで、まあ、ゲームと、まあ、そういった流れになってきまして、まあ、10年ぐらい前ですね、ちょうど10年ぐらい前はゲームを作ってました。で、そのゲームを作る上でやっぱりそこにはストーリーだったり、そのまあ絵だったり、あとは音楽が必要だったんです。まあ、それで私は音楽を探していたという時ですね。まあ、その時は会社もすごく調子が良すぎて、まあ、私も遊びほけていたんですけどで、まあ、その時に震災が起こりましてですね。で、私は九十九里にちょうど娘の卒業式で帰ってきた時、ちょうどその時は台湾に行ってアメリカに行って帰ってきた日に発生してですね。で、卒業式で、まあ、それで要は被災したんですね。で、知ったんだけど、近所の方たちが、まあ、農家さんが主に食べ物ですとかそういったものを、まあ、支援してくださいまして、で、まあ、そうは言ってもそうやっぱり巣ごもり需要って今のコロナとは違うんですけども、巣ごもり需要
があって、まあ、テレビがずっと同じような状況だった。ですからゲームですとか、まあ、コミック、まあ、漫画ですとか音楽がすごく流行ってたんで、まあ、会社としてはどんどん成長してしまったんですね。で、まあ、成長してる代表が被災して野菜とかお米をいただきながら何やってんだろうっていう、でも農家さんはもうこんな農家なんて食っていけねえよなんて言いながら私にはくださったりして、あ、これはなんでゲームが儲かってその農家が儲かんないんだろうっていうところから、私はどうにかそれをイーブンにできないかと思いまして、まあ、そこからまあ10年前にもうガラッと変わりましてですね、まあ、遊びほうけるのをやめてでもお酒だけはやってますけど、はい、あのこの話だけでもうこの話だけで1時間以上なりそうですので進めていきたいと思いますが、ゆっくり話したいね。あのどのようなきっかけで曽根太鼓さんとお会いになりましたか？はい、でまあ私その音楽を探してたんですよ。音楽を作りたいと。でその時にその友達のリノちゃん、うん、遊びほうけてた部類のところでまあ、ミュージアムに会いましてでそのミュージアムの友達で同じそのユニットの、まあ、太鼓さんにご紹介いただいたということですね。最初の太鼓さんの印象はいかがでしたか？まあ自信ありげな、すごく生意気な子っていう感じがしてました、ね、意外だな。はあ、まあ、多分突っ張ってたんじゃないんですかね。緊張してたのかな。違うの、よく言われるの。だからびっくりするぐらい、うん、自分は自覚は全くないんだけども、川島さんが私作ったあのホームページ真っ黒でしたよね。黒な感じですよね。かっこいい感じのホームページだったんですよ私。ああ、そうですか。いわゆるそれは、うん、ちょっと違うんですけど、うん、あ、そうなんですね、うん、あれはそれ太鼓っていうのをブランディングしたかったんですね。ですから、うん、おー、ブランディング、はい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 、曲を聴いてからなんですけども、はい、あ、彼女はまあ進化というよりもまあ自分が好きなように生きたいのかなっていう、ただそれは多くのアーティストが思ってることと同じで、自分が何を歌ってもまあ聴く人が感動しなければ全然意味がないので、ですからそこをなんかこう同じゴールを作ってあげたいなっていうことで、私がその他の歌を聴いたら彼女はどんなイメージでなるんだろうっていうのを、まあ多分あの時はかっこいい言葉とかたくさん使ってあれ、うん、今のホームページで第3版なんですけど、あ、第1版はもうブランディング用のそのイメージを作るというようなところで作らせてもらったんですよね。ですからまあ最初の印象はもう一瞬だけですけどね、あの、まあ、自信ありげな方だなっていう。あ、そうですか。お会いしたその日のうちにホームページを作るようにというふうな進めたというふうなことなんですが、それはどうしてですか？はい、ホームページっていうよりもオウンドメディアって我々の世界で言うんですけども、そのブランディングするあなたは何者ですかっていうのがなかったので、うん、でやっぱりそのホームページっていうのは一般的にはこれやりますやりますっていうホームページは全然意味がないものであって、はい、それやっぱホームページは何をやったっていう結果を残していくっていうのがまあ一番なんていうか共感を得られやすいものだったので、はい、結果を残すためのブランディングを作りたいと思ったんです。で、ああ、そうですか。その時私には情報がなかったんで、まあ、聞きたかったんですよ、その自信ありげな彼女のなんでそんなに自信あるんだっていうところを聞きたかったっていうのがあったんで、まあ、まずは知りたいんで、でそれを自分好みって言っちゃ失礼ですけど、まあ、自分はその太鼓がこう歌ったらこういう多くのファンがつかめるんじゃないかっていうその立場で、まあ、作らせてくれっていう話をしました。あ、そうですか。はい。面白い。太鼓さんの歌を聞く、まだ最初会った時には聞いてませんよね。純さん聞いてませんね。問題は。
問題ありませんが、それもお願いします。ジュンさんの顔がなくなりましたけど、なぜか。受ける川島さん、そうだったんだ。はい、ですね、ごめんなさい、今ちょっとね電話が入って、あれでしたので、今電話切りました。いいです、いいです、いいです。まあ大体ホームページのことは分かりました。はい、そうですね、ホームページは、まあ知らないことを知りたかったっていうのと、私が望む、まあ、彼女のそのイメージを一回第一弾としては付き合わせをした方ってことですね。でこれが第三版まで行くんですが、それまでずっと川島さんはこのホームページ制作に関わってきたんですか？関わってきたというのも、第三版の時に新しいそのエンタ君っていうのを紹介いただいて、はいはい、まあ、当時私もちょっと体調が悪かったんで、あ、これが死んだら何もなくなっちゃうなと思って、それでまあ若いチームを作った方がいいんじゃないかっていう話をしてもらって、で引き継いだっていうことです。ああ、そうですか。はいはいはい。ですね、それと次、CD の話に移っていきたいというふうに思うんですけども、CD 制作も最初にも話をしたんですけども、 CD 制作をするというふうなことでですね、するというか、CD を作ったらどうかというふうな声かけをなさったんですか？そうですね、CD を作ったらっていうか、まあ、多分2013年ぐらいから、はい、2014年ぐらい、私の農業プロジェクトと、はい、私もやっぱりその地方を盛り上げたいっていうコンセプトで、で2014年の暮れでしたっけ、その時に胎内市のワインと、新潟とその群馬 のジュースをとコラボさせてくれっていうことで、暮れに やらせてもらったんですね、コンサートを。でその時に倒れられてですね、で2015年にその真実を、まあ、知ることになるんですけど、ああはいはいはい。でまあその時にまあ彼女腐っている形だったので、まあとりあえずまあ話し相手になろうということで日記を書かせてたんですよ。ああ。日記をまあずっと書かせて、まあメールすごい長文でいただいてましてですね。はい。でまあその日記の中から。やっぱ彼女は歌いたいんだなと。でもまあ歌うとすごく体力を使うんで、ということで、まあ、いくつか私としてはその、まあ、ステージというか、まあ、2、3曲歌えば済むような場だったり、そのまあ自分がいなくても皆さんに伝わるそのメッセージ性ならもコンテンツということで、まあ、CD だったりその2曲限定のステージというかといった場ですとか、まあ、あとは自分が歌わなくてもいいように、まあ、そのボイトレのようなその教えるパンを作るっていうようなことをやるために、彼女が動かなくても動けるものとしてホームページだったり CD だったりっていうことで、まあ、生じゃないんであんまり伝わらないかもしれないですけど、まあ、ある程度そういった大改編でなんとなく、まあ、今までのファンを維持することが必要なんじゃないかというところからですね。あ、なるほど。CD のジャケットが非常にこのね、太鼓さんも思い出深いというか、撮影とかがいろいろですね、撮影のエピソードがあって面白いんですが、このプロデュースの川島さんですか？全部や、いや違います、それは彼女自身がやってますね。ああそうですか。はい、わかりました。ですね、どうぞ。じゃあ私はもう本当にアドバイスだけで全てに対して。ああそうですか。あ、はい、はい。ちょっと話をですね、少し戻すというかなんですけども、川島さんはもともとこの音楽とはどういうふうな関わり
最初少し話ありましたよね。音楽はどういうふうな関わりを持っていらっしゃいましたか？音楽に対しては、まあ、単なる趣味というか好きではい。やっているぐらいですね。あ、そうですか。で、初めて曽根さんの歌を生でお聞きになったのは、出会ってその後ですよね。そうです。ちゃんと聞いたのは東京タワーの時ですね。そうでしたね。あ、東京タワーでの話でちらっと聞いたことがありま東京すタワー。ね。ですから、震災ので流された布を継ぎ合わせた衣装を着るっていうのに私は惹かれてしまって。なんそういで。うのがあったの？あ、その話初めて聞くんだけど。では、話それかのら企画聞いたことを、それをやるためにやっぱりお金だったり資金が必要になったんですよ。で、まあ、それを実現するためにどういった企画を、まあ、作ったらいいかですとか、まあ、そういったことでいろいろとアドバイスはさせてもらってたんですけども、ああ、そうですまあ、か。実際にちゃんとその聞いたのはそこですね。あとあ、は、そうまあ、ですあなか。たも歌ってますけど。初めてお聞きしたときに、妙子さんの歌はどういうふうに感じましたか？まあ、心に伝わるというか、まあ、メッセージ性がある歌だと思いましああ、そうですか。で、たね。そのときに妙子さんはどういうふうな歌を歌ったかというのを覚えてますか？でも今、川島さんの続きの話が聞きたいなと思っはいはて。い、どうぞ。じあ、ゃあ、その前あなたに。の方からじゃあ今聞いてもらいます。一番最初聞い再質たの問という、は、満月さんのとこだ。あ、そうですよね。なんか、ただのアカペスラナッコンクサートでしね。たんですよね。本当に一番シンプルなのを聞いてもらって。もうで、桜そコのレク時ションかのら、ね。いろいろと、まあ、私の会社の人間を連れてったり、ねえ、ありがいたかっろいろしたてでると、みんないいって言うんですよ。す。あだから、これ本物なんだなっていう気はしてましたね。あ。はい。妙子まあ、さん。要は伝わるという。今の話の件で妙子さんから何かお聞きしたいことありますか？川島さんに。いや、私ね、だから、唐島さんって、その、めっちゃ生意気な私に、歌も聴かないで応援し始めたじゃないですか。そういうことですよね。で、だいぶ歌を聴くのって後だから、やっぱりそこで、なんで私を応援したいと思ってくれたのかってこと？まだそのそう。時は本当にできてなかったでしょ。あ、そっか。でも本当に一番初めにそもそも、ホームページ作るってすごい大変なことじゃないですか。私からしてみれば、あれってすごい大変だなって思うけど、なんでそんな応援したいと思ってくれたのかな、クソ生意気な。第一印い象や、下だがっからて。実際はその1回、2回聞いてますね。あ、そうですか。何だ歌っからそたの満月、そのなんか変なっていうか、わかっの？たらん変でときたよね、あと、れね。変なコンサートあったんですよ。それで1回聞いて、その次に、さくらコレクション。あれ、2013年でしあたっれけ？か、格差がありすぎますよね。それこそ ASEAN 5カ国のデザイナーが集まって、その着物をテーマにやるんだけど、じゃあ私日本人で出るとした時に、やっぱ津波の被災した布を蘇らせるようなものをやりたいと思って、ピンクの着物の衣装でみんな、リポ&ピッチのメンバー、太鼓デュカラ仲間たちで、今度はね、そのメンバーにも話聞いてもらいますけど、そのメンバーみんなバティックと日本のコラボと津波のっていうのでやって、それこそ、だから毎回、なんかもう困るもんで、ね、やったことないから。だからいつも川島さんに連絡するの。川島さんどうしたらいいかなとか言って、やったことないこと全部相談するっていうか。じゃあもう長いことこの相談役としての役割をずっと続けていらっしゃるんですね。応援ですよ、応援団ですよ、本当に。第1号だと思う、川島さんが。そうですね。それは非常にありがたいですよね。まあ、CD 制作にしても、それからホームページの制作にしても、なんかやっぱり、
歌をするものとしては大きな基盤ができた感じじゃないですか。そうですね。当時全く分かってないんですよ。基盤とかそのレールとかどうしたら見せ方とか全く分かんないんで、まあ、川島さんがすごい熱心にやった方がいいって言ってくれるからやってみるみたいな感じで全部やってみたって感じ。でもタイプさん大正解ですよね。そう、今となってはなんか自力で非売品 CD プレゼントとして作るぐらいCD の重要性というか、あの本当に記録として作りたいぐらい思ってるし、ホームページとか SNS の重要性とかっていうのもすごいあの分かってきたんですよ、今頃ですけど。だからそれ川島さんのおかげです。で今現在はどういったアドバイスとかをなさっていらっしゃいますか、川島先生。私はもうあのまあ若いチームができてからはなるべく口を出さないようにしようと思っていたので、ですからなんかまあ乗っ取られたよとか、なんか口が上がんないよとか、そういうまあ質問が来ない限り答えないようにしてますね、あえて。あ、そうですか。あそう、乗っ取りとかすごい分かんないから、なんか Facebook 乗っ取られたことあるんですけど、まあそういうのもあるけど、まあだからうん、本当にジュンさん見守ってくれてる川島さんです。だから川島さんのことをそれ対抗応援団にはあえて書いてないんだけども、もう本当にトップクラスで応援してもらってる人。もうのあの、まあ、それはもうトップクラスというのはもうずっと前から感じてました。太鼓さんが言わなくても、川島さんどうぞ喋ってください、うん、はい。まあ、応援は本当にしてますけども、私がもともとのその太鼓さんのなんていうかその自信だったりっていうのが、私といるとすごく個性的なところがなくなってきてるのがちょっと感じ取れたんですよ。ですから、まあ、言っちゃうとチャレンジしなくなっちゃうのかなというところがあって、でまあ静岡で、まあ、事務所に入るですとか沖縄に行ったっていうので、あ、まあ、いろんな方たちが周りに来たので、まあそれはそれで失敗するかどうか別として、もうそもそも歌を歌うってことが仕事なんで、それ以外はまああのアドバイスでもう何でもどこにもできるんで、だから歌を歌うっていうそのファン共感をに対してコンバージョンするっていうのが歌を歌うことなんで、まあ、そこを中心に言っていればそんな乗っ取られたとかなんかいろいろあった話じゃないなと思って、まあ、その辺はいろいろとちょっとアクセスを増やすためにはこうした方がいいよねとか、そういうことぐらいですね。あ、そうですか。はい、今日のですね、インタビューの一番なんていうのかな、メインになる質問です。太鼓さんの魅力についてどういうふうに受け止めていらっしゃるのか、太鼓さんの魅力についてお話しいただきたいと思います。そうですね、能力としてはすごく潜在的に持ってはいると思っていて、でその魅力っていうのは歌一発で、まあ、誰もが、まあ、共感できるステージに持っていけるっていうところを魅力と思っています。ただそれをどう使うかっていうところと健康面があるので、まあ、その辺をうまくコントロールしながら、あの今は今のそれだよこう生かしながら個性を殺さずに、まあ、本来の魅力を多くの人に伝えていってほしいなとは思います。あ、そうですか。今能力的なことを中心にお話をなさったんですが、人として、人間曽根太鼓としてどういうふうなところに惹かれていらっしゃいますか。まあ、魅力としてはシンプルなとこですね。
ただ私に対してと他の方に対しては違うと思うんで何とも言えないんですけども、まあ、私と話すときはすごく言うことを聞いてしまうんですね。まあそうですね、すごくシンプルなところを魅力とは思っています。そうですか、シンプルね。はい、多分私と話すと本来のなんか能力を私が殺してしまう気がしてて、それでまあそういあんまり、面白い。ただまあ何度も繰り返しますけども、その一発歌う一発で人をまあ動かせる力はあるっていうところは本当に魅力だと思ってるので、まあ、そこは殺さずに頑張ってほしいなと思っています。はい、個人的にその人の魅力っていうのはまあまあ楽しいというか、まあ、その一番最初に会った時のことに戻っちゃうんですけども、まあ、アホやなって感じ、ええ、アホでした。いや、シンプルにすごくいろいろと生きているんで、だから騙されやすいんだろうしとか、まあいろいろありますけどね。そう、だからね、ジェンさんは面白い。そこがいいキャラで、で逆に言うとそれを助けたい人が集まってきてるので、まあ、こういう今回の面会もまあ成立したんだろうなっていうふうに思います。そうそうそう、川島さんそこなんですよ。太鼓さんを見てるとなんかしてあげたくなるんですよね。そうですよ ね、そういうの持ってると思う。アホだからだと思う、多分。アホだ。本当とっても、ちょっと言い方が悪かったですけど、まあそういう意味ですね。すごい、いや、同じことにつながるというふうに思うんですが、とっても僕は自然体だと思うんですよね。うん、そうですね。あ、なるほど。そうそうそう。ちょっと表現がシンプルじゃなくて自然体。いや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 、そんな全然大丈夫ですか。大先生にそんな。自然体とも言うんですが、天然とも言いますね。あ、そうですね。天然とシンプルと自然体、みんな同じ感じです、ね。高木夏子さんが言ってました。超天然って。あ、そうですか。そう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 。夏子さんも頑張ってますね。そうそう、頑張ってます、頑張ってます。うん、長野の吹奏楽連盟の、ね、委員長ですからね。そうで、ん、素晴らしいです。まあ、なんかパワフルですもんね。そうですね、とってもパワフルですね、彼女。うん、だからその太鼓さんのこういった取り巻きがとっても素敵な人ばっかりで、うん、ね、そうですよね。気持ちのいい、心の本当にあったかい人、うんうん、そういう人が揃ってるんで、それってすごくいいなというふうに僕は思うんですよね。うんうん、まあそうですね、私も共感って言ってしまってましたけど、多分そういった魅力があるんでしょうね。人を引きつける魅力。そうですよね。で、周りにそういった人たちが本当に集まるっていうかね。ですから大体こうやってお会いしても大体すぐ、まあ中道って言っちゃ失礼ですけど、素敵な出会いを感じますね。いや、僕はね、太鼓さんが会わせてくれた人をみんな好きになるんですよ。いや、ね、本当に笑顔の輪っかじゃないけど、心の輪っかみたいなのができて、みんなを好きになるんですよね。本当に素敵な人ばっかりです。うん、はい、じゃあ、それではですね、時間的なこともあろうかと思いますので、最後に、曽根さんに、太鼓さんに今後どのようなことを期待をしていらっしゃいますか。まあ、期待というか、期待というか希望も含めてですね。期待という意味では本当にメジャーになってほしいとは思っています。で、まあ、そういう
なるためには、まあ、メジャーって言っても、その、なんか、すごくテレビに出たりとかっていうことではなくてですね、やっぱり、その、今やってる活動を、今、まあ、本にされるってことが、でしたけども、そういったストーリーが、多分、メジャーに押し上げる一つの手段だったりするので、なんか素晴らしいことだと思うんですけども、要はその、スマートライブっていう音楽を通して、すごく大きな、そのストーリーとしてメジャーになってほしいなとは思っています。ああ、そうですね。僕も、心の底には、太鼓さんにはまだ話をしてないんですが、その書いたものが何らかの形で、何らかの形の糸口になればいいかなっていうのは、実は持っています。そして多分ホームページからつながった今回の案件も全部つながってると思うんで、うん、はい、はい、で僕も一応ジャーナリストの端くれとしてやってきましたの で、はい、で年齢的なものも含めてもう最後の大きな挑戦だというふうに僕は今回のことを考えてるんですよね。ですので本当にこの1年これで突っ走ります。そうありがたいです、ね、ありがとうございます。いや僕からは一応異常なんですが、太鼓さんから聞いて僕にこういうところを知ってほしいっていうのがありましたら、太鼓さんからちょっと質問してもらってもいいですか。なんか私今日ね本当に川島さんからあんま聞かないことをいっぱい聞いた感じ。あ、そうですか。多分絶対私の前では言わないようなこといっぱい聞いちゃったんだけど。そうか、そうか。だから私今何した方がいいですかって言って聞くじゃん。それそうするとさ、川島さんが言うじゃん。そうするとさ、私シンプルにそれやるんだよね。はいはいはい。それがもう私の器ではコントロールできないぐらいになってるんで、だからもっと、だから困った時で来ればっていうことですよ。何それ、川島さん、その器でコントロールできない感じになってるんですか、私。まあ、ちょっと、また説明するとまた複雑になっちゃうんで、まあ、そういう意味に捉えてもらっていい。もう、卒業しちゃったの。私、関係ない。そうだからね、川島さんこんな感じなのに2人で話しててもなんかよくわかんない、なんか私よくわかんないってかいっぱいあるんだけど、川島さんのこれそれ何て言うの？教えると話聞かないじゃん。そうだからいいんじゃない、チャレンジして失敗して成長すればいいんじゃないっていう。でもそういうことは問題じゃなくて、歌を歌うこと、うん、そうですね。で自分が生きていることを歌にしてるわけだから、うん、そうですね、もうストーリー全体が歌なんですよ。そうですね。歌うことが、そのためには健康に注意して、多くの人に歌を聞かせる。そうすれば、おのずと、周りに支援者も遊んできてるわけだから。ずっと言ってくれてますよね。それすごい思い出したの、川島さんに会ったばっかりで、あんたは歌に集中してればいいんだってずっと言われてきたなっていうのはすごく。で、他のこととかは、なんかもしお願いできるんだったら頼みなみたいな感じで言われ続けてきたなっていうのすごい思い出した今。計算ができない人だからね。計算はできない太鼓さん計算が全くできない人だから、だから僕もそういうのはやらなくていいというふうに僕も言ってるんですよ。実際ね、そういうふうになってきて、そうだからね、言われてもわかんないんだよ、川島さんのこれ。そうでも太鼓さんに太鼓さんにできないねみたいな感じでそう、まあそっか。だからなんか結局超単細胞だから今もう歌歌うしかできないけど、まあ今一番言うこと聞いてると思う。歌ばっか歌ってる毎日とにかく歌って泣きじゃくりながら歌って、もうなんか赤裸々に顔も腫れながら歌ってるから。でもそれが一番いい。お昼の顔からすると随分回復したじゃないですか。そうですよね、マジお昼の時マジで顔わからなくて。そうでも今日も今ちょっとまたグーってくるんだけど。あ、そうね。でもまあね、いや今日一日歌ってないってか、ちょっとさっきね 5,
6曲ぐらい歌っちゃったんだけどでも、うん、あの歌は必要だもんで。そうですね、今日久しぶりに休んでるって感じ。川島さん、僕は大社長だから、うん、すごくどういう方かなっていう、ね、すごくそういう、なんていうの、 IT 関係の会社の大社長というと、そうそう、多分一番僕の苦手なタイプです。すごい今日はね、そう、緊張というか構えたというか、もうすごくでしたが、今農家なんで、農家のせいや、お顔を拝見すると、あ、やっぱり体育さんの仲間なんだなっていう安心感が出ました。今日は大変お忙しい中を、ね、時間を割いていただきまして、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ぜひですね、出来上がった本を、ね、読んでいただくのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。楽しみにしてます。はい、いつかまたお会いできる。そうですね、ぜひぜひ、宮古島にもですね、コロナ収束しましたら、ぜひ遊びにいらっしゃってください。ありがとうございます。はい、今沖縄に元社員が社長やってる会社を作ったんですよ、うんうん、一回ね、コンサートにも行かせたんですけど。ああ、そうですか。はい、じゃあもうだいたい40分過ぎましたので、この辺りで、はい、切らさせて。川島さん、ありがとうございます。ありがとうございました。川島さん、はい、ありがとうございます。じゃあ今の内容は公開でも大丈夫ってことで大丈夫ですか？公開というか別にそのいいと思いますけど、まあどうせ見るんでしょうから。見る NG を、アホとか言ったのはちょっとやめてもらっていやでも、いやいや、全然アホでいいんですよ。私バカしか言われたことないもん、幼少期それは本当だよ。基本的にはダメでしょ。基本的にはダメでしょいやでもね、なんかそうやってこあかで、でジェンさん、はい、こうやって私に言ってくれる人ね、私の師匠と川島さんぐらいなんだよね。ああ、これありがたいね。こういう感じの、もう本当生意気だなとかさ、なんかこう私に、まあいわゆるこう本当に親、本当の親目線っていうか、育てみたいな感じで思ってくれる人はマジで言ってくる。だから渋山先生とか、いや僕もだからそれを目指して、うん、どうぞ川島さん、もともと娘のつもりでやってたんでね。娘のつもり、もともとはね。だから こっちもお父さんだから、お父さん気分だからお父さん何人もいる、パパいっぱいいるみたいな感じそのパパじゃないいやでも本当にね、ジェンさん、私のさ周りママもいっぱいいるしさ、パパもいっぱいいるよねそう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 、お姉ちゃんとかさ、だから結局なんか沖縄のイチャリバ町みたいなさ、やっぱりこの家族みたいな感じのが小さい時からやっぱそうなんだなみたいなのがね、すごいあって、だから沖縄ってすごい、なんか私がどういう人たちに囲まれてきてきたのかっていうのがさ、やっぱすごい分かった。友達もそうだもんね、夏子とかお母さんだよね本当に本当に休みなさいとかさ、あ、うん、休まなきゃいけないですかとかいう感じだからだからまあでも、そういう目線でずっと見てくれてると思ってる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ切った方がいいです。はい、じゃあ切ります。ありがとうございます。失礼します。また連絡します。はい、どうも。終わった時は
もしもし。はい、ありがとうございました。ねえ、おかん見てわかります。
すいません、ちょっと電話取材の途中だったもんですから出れなくてすいませんでした。申し訳ないです。いやいや、もうちょっとやんありようものでそのまま持って行っただけだから。いやいやいや、特別に買ってやったものじゃないか。一応リハビリをする病院が見つかったみたい。それでまあ、意識もはっきりしてるし、仕事の指示なども出してるみたいなんですが、要はその食べ物が飲み込めないから結局鼻から栄養を入れてるような状態。いや、本人には多分無理、僕は本人にも電話してないのよ。本人には無理だと思う、多分。ああ、はいはいはい。ああ、そうかそうか。ああ、はいはいはい。いや、もう、ありがとうございます。お気遣いいただいて。